金岡淳二は、日本の銀行家。富山第一銀行会長。2001年乱受報賞。2009年極日賞受賞。北陸財界屈指の名門である金岡家に生まれる。慶応義塾大学卒業後、日本総合銀行勤務を経て、富山総銀に入校。常務、専務を歴任後、父である三代目。 又タザ門の成長を受け43歳で社長に就任。以後、通算29年トップとして在任した。2010年4月には、日本銀行出身である横田区副頭取に全上し、同行初の代表取締役会長に就任した。初代、金岡又タザ門は、役修行を家業としていた、金剛寺や又タエ門の長男として、生まれ家業を進行。 発展させた。1887年には、北陸電力の前身にあたる富山電灯を、設立した他育英事業にも力を入れ、その精神は、富山第一銀行小学財団へと受け継がれた。また、政界においても活躍し、富山県県議会議員を経て1884年からは、衆議院議員を4期務めた。二代目又左衛門は、 初代の養子となり旧世代4、高等学校薬学部を卒業後、富山第一合同無人や第一薬品を設立したほか1929年から1943年まで、富山商工会議所会頭を務めた。三代目又左衛門は、東京帝国大学薬学科を卒業後富山薬学、専門学校教授を務めた学者で、二代目の無こ養子となり、 富山総合銀行社長等を務めた。そしてこの三代目の長男にあたるのが、金岡雄一であり、次男が、本校の金岡淳二その人である。また、女性となったのが、金岡孝二である。富山総合銀行20年史と山総合銀行、1964年。解放商工と、大和山商工会議所、富山県その実力者と、人脈官会、農林業界 経済改編と山新聞社1976年ありがとうございます。